はい、ちょっとちょこっとだけ動画、この前ね、ご紹介したホーリートンかな、HT20、まあ室内用ドローンなんですけど、こちらの方ね、持ってきたんで、今からねちょっと用意をして、ちょこっとだけね野外で、飛ばしてみたいと思います。どんな感じになるのかね。この前室内だと結構ね、あんまりちゃんと飛んでるところをお見せすることができなかったっていうのもあったんで、今日はねほとんど無風なんですよ。だから多分外でもね問題なく飛ばすことができると思います。いいよ、電池セット、いいよ、よいしょ、 OK で電源入れます。ああ入ってたね。音得にならないんでピカピカ光るだけで平らなとこ置きます、ね、はい、点灯したんで準備完了で、とりあえずスイッチ入れます。あね、はい、じゃあ飛ばしていきます。見えるかな。今もオズモアクションしか持ってきてないんでね、ちょっと近づけますよ。はい、こんな感じです。ちょっと前に流れてるかな。とりあえずホバリングの調整をやってます今ね。ちょっと右に流れる。風はねほぼ吹いてないですよ。まあ微風が確かに左から右にちょっと流れてるんですけど、ああやっぱり室内用ドローンなのかな。ちょっとの風でも本当に微風ですけど、やっぱり流される感じはしますね。ちょっと飛ばしてみましょうか、近いとこだけね。これ遅いモードですね今。ああ本当に遅いちょっとスピード上げましょうか。これが中速モードですね。中速モード、中速モード、中速モードです。まあ、ちょっと公園で遊ぶくらいならいけるのかな。高速モード行きましょう。ちょっとくるっと旋回させてこっち向かわしていきましょうか。ああ外で遊ぶんだったら高速モードでちょうどいい感じですね。ただちょっとやっぱり風に流される傾向があるんで、まああくまでやっぱり室内用っていう感じがしますね。でもうん面白いな面白い面白い。障害物検知、障害物だって何もないもんな。ああ風が吹いてきた、ちょっと、ああ風が吹いた、やっぱりちょっと厳しいなうん、ちょっとの微風でもねやっぱり流されますね。うん、やっぱり室内用ですね、なんだかんだ言って。でもまあ、おお、ちょっと風が、あんまり遠くやるのは危ないな、やっぱり。ああ、もう全然風に負けてこない、こっちに。
こっちに来ない。こっちに来ない。来てくれないよ。あ、来た来た来た。あ、電池なくなりだしたかな？電池なくなりだしたらね、あの、ライトがピカピカ光るんですよね。フリップやりますか、最後ね。近くに来てくれ。よいしょ。あ、もう電池がなくなりかけたらフリップ無理なのかな。はい、まあまあまあいいですか。はい、ということで1時20、ちょっとね、外で飛ばしてみた感じということで、飛ばせないことはないけれどもおすすめはあまりできないという感じの動画でした。あー、風が。ではでは、来てくれない。あ、やばいやばい、戻そう、もう下ろそう。はい、ではでは。